どうも水防画家の荒井です本日もよろしくお願いします本日は金魚を描いてみたいと思いますまずは背中のヒレ背びれから三木砲を用いて描きますそして体の輪郭線を描き模様をこのように筆の腹を使って金魚の模様を描きますその後に 目を描くんですけども斜め上から見てるというふうに考えてもらえるとわかりやすいと思います金魚のヒレ胸ビレ腹ビレそして尾びれをこのように濃淡を使って描いていきますこの尾びれが金魚の魅力の一つにもなりますので水の中でゆらゆらと揺れている のを想像しながら描くと良いでしょうヒレが描けたらヒレの骨の線を描いていきます背びれ、胸びれ、腹びれの骨の線は描きやすいと思いますが尾びれは線の長さが長き長くなりますのでちょっと難易度がありますね線と線の間の幅が揃うように 意識して描くときれいに見えて良いでしょう。はい、これで1匹目が完成です。描く手順は今やった通りで、これを用いて2匹3匹と描いていきます。背びれをかいて、体の輪郭線、そして体の模様、目、ひれ、ひれの骨の線、この手順で 残り2匹描いていきます体が全身オレンジ色だったり黒色だったりといろんな種類の金魚がいるとは思いますが今描いているのは体が白くそして模様が赤いそういった金魚を想像してもらえればいいかなと思います濃い墨で描いているところが赤い模様の 部分ですね。金魚の模様も様々だと思います。見本の通りに描くのではなく、少しアレンジして描くのも面白いでしょう。その時に、えー、筆の腹、筆を全筆全体を使って墨のにじみを用いて描くとさらに良くなると思いますので、その点を気をつけて描くと良いでしょう。 はい、3匹目ですね。背びれから描いてるんですけども背びれを描く時に筆を寝かして描くんですけども竹の幹を描く描法にとても似ていますのでこういったところで、えー、応用が応用力が試されるんじゃないかなと思います。体の模様を描く時に、 筆の腹を使って墨のにじみを出しているんですけどもこの時に筆に含ませる水の量や墨の量が多すぎると体の外にまで墨のにじみが広がってしまうのでこの,点この点を気をつけなければいけないんですけども墨のにじみなどがうまいことコントロールできるようになると全体的な レベルアップにもつながりますので頑張って意識的に描けるようになると良いでしょう3匹描けましたので、えー、次は背景を描いていきます背景といっても金魚は水の中にいますので水底を描いていくそういうイメージですさまざまな大きさの小石を サークル状円状に綺麗に敷き詰めていくそんなイメージで描いています。最初は少し少しですけど濃いめの墨で描き、あ徐々に薄く、ま最終的には極薄の墨色で描くそういう手順で描いています。全部。 画面全体を埋めるのではなく三分の二ぐらいを埋めていく感じでしょうかねはいそして、まあ、水底に映る金魚の影を最後に描いて完成になります水墨画において影というのはちょっと扱いが難しいんですけども背景を まあ描かない絵の場合は影はあまり入れないんじゃないかなと思います。背景を描く背景を描きたいなと思う絵には影を入れたりするのが一般的じゃないかなと思います水墨画は西洋画のように光を表現する絵画ではないので影を 描かなくても影がなくても成立する絵画それが水墨画の魅力でもあるんですけれども、まあ、絵の雰囲気によってはあの影を入れてもいいと思いますのでその辺は柔軟にえ考えておくといいんじゃないかなと思いますはいこれで完成になります本日の動画はいかがだったでしょうかこの動画を見て 金魚が描きたくなったと思った方は、いいねボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。また水墓に関するご質問等ありましたら、お気軽にコメント欄よりコメントをください。ではまた次回よろしくお願いします。